タコノフジです。軍配返りました。35歳の画面右西方、前の富士対する21歳の高野富士です。押していきます。高野富士巻き替えていこうというところ、槍の付けがあります。前の富士ここ落ちませんでした。逆に押していく、足をかけていきます。紙一重だね。そうですね。リプレイでまたこの一番も解説していただきたいと思うんですが、これはもう完全ね、もう舞の富士だろうと思いましたよね。まあ、途中までの攻防はいいんですよ、はい、どちらもいいんだけど、タコの富士のね、引いてしまったのがこれ敗因かななんて思ったんですよ、はい、ちょっと舞の富士が土俵際で余分な足技かなんか出したのかな。この後タコの富士がね、引くんですよね、ここですね、はい、これでもう終わったなと思ったんですよ。あ、これだ。外掛け行ったところ、いや、うん、外掛けではなくて